パソコンのフロントベイに装備されたメモリーカードリーダーライタメモリーカードリーダーライタは小型電子媒体であるメモリーカードへのデータの読み出し及び書き込みを行う補助記憶装置である。USB 接続の USB カードリーダーライタ類はパソコンでは USB メモリと同様に使うことができるが初期の製品ではマスストレージクラスに対応していない製品もあった。 マスストレージクラスであっても細かな仕様の違いにより、USB メモリ対応のオーディオ機器などでは使えない場合もある。メモリーカードリーダライターフロッピーディスクドライブにメモリーカードリーダライタが併設されたもの本来、メモリーカードからの読み出しを行う装置がメモリーカードリーダ書き込みを行うのがメモリーカードライタである。その両方の機能を有するものが メモリーカードリーダーライターであるが、これを単にメモリーカードリーダーと呼ぶことが多い。あるメモリーカード専用のものと複数のメモリーカードに対応したものがあるが、現在では数種類のメモリーカードにアクセスできるタイプが多くて人気があり、複数のメモリーカードスロットを設けている。初期のタイプではミネスドメモリーカードやメモリースティックデュオを指す場合、アダプタを取り付け、 それぞれ SD メモリーカード、メモリースティックとして認識させる必要があった。最近ではアダプタをつけなくても直接刺すことができるタイプが主流となっている。メモリーカードリーダーメーカーはメモリーカード規格が新規に確立もしくは派生するたびにそれらに対応すべく再設計を繰り返している。そのため SD カードの例としては単に SDHC などの 規格対応を確認するだけでなく対応している。容量も確認する方が望ましい。装置にはメモリーカードへのアクセス中であるということを示す。ランプが装備されている。アクセス中のメモリーカードを引き抜く行為は記録されたデータが破損する原因となる。PC カードドライブが付いた外付け u s ピもドライブスマートメディア用3.5インチフロッピーディスクアダプタメモリーカードリーダライターには 以下のような形態がある。各メーカーより多くの種類の製品が販売されているので、各々の,の使用環境などに応じて選択されたい。ありがとうございます。